リエイダ大学と呼ばれ多くの建物が作られている。その後、リエイダ市内のカポント地区に新たなより広いキャンパスを設け、理工系、法学、教育系の学部がそこに設置されている。カポントキャンパス、ありがとうございます。